こんばんは、始まりましたドレスキーとコレスキー、 MC のハライチ岩井ゆきです。そしてマンスリーアシスタントの前田のぞみです。よろしくお願いします。はい、1月のねマンスリーアシスタントと言ってきたんですけれども、うん、番組が4本撮りのため、うん、今回まで参加させていただきます。あら、はい、番組が4本撮りとかちゃんと言うんですね。はい、うん、言っちゃいました。ということは1日しかいなかったっていうことになりますよね、まあ、そうなってしまいますけれども。そうですよね、はい、うん、ありがとうございます、はい、いやこちらこそありがとうございます。楽しかったですよ。いや私もです。すごい楽しかったです。すごいなんかね、しっかりしてて。本当ですか、はい、いや始まる前にすごい岩井さんが大丈夫だよって言ってくださって心強い。強かったです。私こういうねやっぱ優しいとこもあります。いやすごく優しくて言ったんですよね、ちゃんとね、あの本当大丈夫だからって、はい、今までちゃんとできてた人いないから、うん、それでも、まあ、心軽くなりましたね。いやいやいや、リアクションに困っちゃいますあそうですか、はいはい、そして今回のゲストはですね、うん、前回に引き続き、うん、エンターテインメントグループリバラッシュさんです。面白かった前回ね。いやすごい迫力で、うん、お祭りグループでしたから。本当にそうでしたね、はい、今回もそうなるんじゃないでしょうか。はい、楽しみです。2月3日といえば節分ですが。節分だ、はい、岩井さんが子供の頃の節分の思い出とかありますか。節分はちゃんとやってましたよ。あ、鬼は外福は内やってました。やってた。私もやってました。あのさ、節分ってさ、まあ、一応なんか窓の外とかに投げるじゃないですか、はい、でバーって投げて、はい、でいろんな窓に投げるでしょ。はい、大体こう全部さ、あの掃除しきれてないでしょ、はい、終わった後。そうです。でサッシのところに入っちゃってたりとかしてさガーガーやってるとさ粉々になってるんだよね。なってます、うん、あれ、結局汚れちゃって、うん、あれみんなどうしてるんですかね。あれはどうしてんだろうね。みんなちゃんと掃除してるのかな、うん、あれ大変だよ、まあ、節分によって、ね、結局なんかは悪影響があるんだよどっかにな。そうですね、なんか投げた後ちょっと掃除するのが結構大変だなって。そうだね、はい、うん、そんな思い出が。あ、嫌な日ですね言わないで言わないで行きましょうか、はい、行きましょう、はい、それではドレコレスタートです。音楽バラエティドレスキーとコレスキー。今日のゲストは前回に引き続きビバラッシュの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今回はですね番組名にちなんで皆さんのこれ好きなことを聞いていきたいと思います。言いたい言いたい。はい、それではまずボーカルのルイマルさんのこれ好きなことを聞いてみたいと思います。はい、それがですねこちらです。ドゥン、小田切ヒロさん。お、はい、好きです。わかります。あ、見てらっしゃいます、はい、見てます。そうなんですよ、はい、あの美容の総用っていう方わからないですか。わかんないです。大好きです。なんかメイクさんなんですよね。はい、ヘアメイクさんなんですけど、メイクアーティストの方で、はい、やってますもんね美容の方もね。あ、そうなんですよ、 YouTube もやってたりするのでよく見てます。へえ、美容好きなんですか。じゃあそうですね、美容も好きなんですけれども、この小田切ヒロさんのメイク動画、うん、YouTube の方に出されてるんですけど、はあ、なんかおすすめのコスメだったり、はあ、おすすめの基礎化粧品だったり、はあ、メイク用品とか、はい、いろんなのを紹介してくださるんですけど、それもすごい好きなんですけれども、うん、美容関係もですね、はい、なんですけど本人のキャラクターがもう面白くて、面白いです。すごく好きです。どういう感じなんですか。そうよーん、こんな感じちょっとアッパラパーなアッパラパーってちょっと言いづらいんですけど、お姉な感じ、はい、あ、お姉さまな感じですかね。お姉様、そうですね。ニュアンスの違いみたいな。世界四大美女らしいので。え、そういうことなの、はい、あ、そのタイプね。あ、そうそうそのタイプね。そうです、すごいでしょうって言われて。あ、なるほどね。あ、そうかそうか、はい、なんかこっちが飲み込まなきゃいけないタイプなるほどね、はい、あ、そういうことね、そういうことね、うん、っていうタイプの。そうですね、そうですね。でもなんかメイクとかの腕前は確かにどうでしょう。本当にもう、うん、なんか勉強になることばっかりで素晴らしい。でもメイクされてるじゃないですか、はい、参考にしたりもしてるんですか。結構僕は参考にしてて、うん、なんか使ってる美顔器とか、はい、こういうコンシーラーを入れたらいいよとか、うん、そういうのを教えてくださったので、はい、なんかどんどん自分が若くて綺麗になっていける、うん、なので私が美しい理由は、うん、まあ、小田切ヒロさんの小田切ルイマルになっているそうよ、伝染してますね。ちょっとなっちゃってるな、はい、危ないですねやらないですかこの美容系の YouTube 的なやつは。
まあ、やっちゃおうかなとかも思うんですけれども、うん、結構信者なので、うん、同じ動画のパクリみたいな内容になっちゃいそうで、紹介するもの紹介するもの、僕も結構いいよこれいいよっていろんな方に紹介したり、うん、メイクさんだったりメンバーとかに紹介するんですけど、うん、もう全ても小田切ヒロさんが言ってるので、なるほど、そうなんですよ、延長上にはもういるっていうこと、そうなんですよ、なんで先行かなきゃやっぱ YouTube はできないかな、そうか、なるほど、そうなんです、はい、さあ、そしてはい、続いてはですね、ベースのトーヤさんのこれ好きなことです、それがこちらです、はい、筋トレ、はい、あ、確かになんか締まってますよね、そうなんですよ、確かにずっともう1年くらいですかね、もともとやってたのをなんか写真集とか出したくて、でそれで鍛え始めたっていうのが、そのなんかですか、このマッチョ写真集みたいな感じ、あ、そうですね、へえ、脱ぎに脱ぎましたねやったんだやもうやったんですね、やったんですよ、へえ、その去年の誕生日の時にちょっと出したいなっていうのが、うわー、やばー、これ来ちゃったちょっともうベッド行っちゃってるもん、そうだっすこれやりたくて、いや、へそがあそこにあるってことは相当ギリギリまで攻めてますよすごいですね、ちょっとエロいっすね、これは、そうですよ、カメラマンさんがこうセッティングとかしてくれるじゃないですか、うん、こうちょっとずつこうキワキワのとこまでこうずらして、限界ギリギリまでここまではいけるみたいな、へえ、でも締まってるな、ね、どれぐらいトレーニング、週に何回とか、週にでも2から3回ぐらいですかね、なんかそんなにがっつりやってるわけではなくて、というかなんか僕の中ではあんまりこう2時間3時間わーってやるみたいなイメージあると思うんですけど、はい、僕は普通に1時間を何回か、週に何回か繰り返してやってる、なるほど、はあ、もう今これ完璧状態ですか、完璧状態です、完璧状態、これ完璧状態です、これはあ、もっとこうガシッとなるっていう感じじゃないですね、じゃあこれがですね、これ以上超えるとやっぱお客さんに言われるんですよ、はい、それ以上はやめるみんながみんなね、筋肉好きなわけじゃないからね、男は好きじゃないですか、いや、そうでもないです、そうでもない、全然好きじゃない、座ってない、俺むしろ嫌いですから、もしかしたら、もしかして岩井さんこれ嫌いですか、いやいや、あんま好きじゃない、うん、なんかもうちょっとなんかね、華奢な方が好き、河本ひろとさんみたいな、あ、うん、確かに細いですもんね、そうそうそう、でも一番多分持っているっていうか、その好感度が高いぐらいの筋肉で行ってる感じですよね、行き過ぎてないぐらいの、あ、そうですね、そう、どうですか筋肉、あ、でもあんま好きじゃない感じあれ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 、好きじゃないな、そうかも、私結構なんか男みたいな人があんまり得意じゃなくて、あ、ちょっとなんか中性的な方が好きなんですね、そうですね、どちらかというと、なるほどなるほどね、うん、じゃあお二人とも刺さらなかったということで残念残念、僕はもっとどれ好きこれ好きの指示は得れなかった、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、謝られちゃって、お前のよしよし、あとで慰めてさあ、そしてはい、最後はですね、ドラムのパーミーさんのこれ好きなことです、それがこちらです、ゲーム配信、あ、やられてるんすね、やってます、え、私チェックしました、あ、本当ですか、ありがとうございます、やってるもんね、私もすごい好きで、あ、そうなんですか、はい、あの、うん、オンリーアップとかされてましたよね、あ、やりました、はい、オンリーアップ、あの、ひたすら上を登るっていうゲームなんですけど、もう落ちたら最初からになっちゃうんですけど、へぇ、それのハイスコアを目指すみたいな、はい、そうですね、ゴールを目指してずっと登り続ける、うーん、ゲーム配信はもう一番やってるのは何なんですか、一番やってるのは今やっぱ Apex、 Apex、ね、FPS の、そうですね、 Apex、ね、から結構ホラーゲームはやりますね、うん、ゲーム配信プライベートじゃやらないんですけど、なるほどなるほど、はい、嫌いなの、はい、え、あ、怖いから、怖いのに配信してれば怖くないって感じですね、そう、見てくれる人がいるので、で僕も結構素のリアクションでなんかキャーとか言うんですけど、それをこう面白がるじゃないですか、はいはい、見てる側が、だからなんかどんどんやってくださいやってください、なるほど、それが面白いんだ、そうなんですよ、これはどうなんですか、もうなんかメンバーとやったりはしないんですか、あ、それが意外にもずっと一人ぼっち、あれ、うん、あれ、なんかたまに、ほんとごくたまにやるんですけど、うん、やっぱ僕はあんまりゲームやらなくて、はいはい、彼すごいやるんで、うん、やっぱ力の差があるじゃないですか、はい、って時にやっぱりいじめられるんですよ、語弊ある、語弊ある、まあね、そのマウントはありますよ、ね、そうだないない、うん、おい、だーみたいにめっちゃ言われるんですよ、
本人は自覚ないんですよそういう時一番立ち悪いですよねじゃあ煽られてねルイマルさんはゲームあんまやんないあんまりやんないですねずっと座ってじっとできないっていう、うん、あなるほどなるほど動いてたいっていうのは、ね、そうなんですよねそうかそうかそうかあと酔っちゃうんですよゲームあー最近のやつだねそうなんです映像綺麗すぎてあと高所恐怖症なんで、はい、あのオンリーアップ、うん、登るやつも、はい、見てる時おいおいなりながらそうなんだタービーの配信見てましたその感じで高所恐怖症なんだ高いとこ行きたい感じはあるけどそうですねもともとゲームも好きだったので、うん、でそれでこうやってたらあじゃあ配信もしたらいいじゃん、はい、ってなって配信やってでコロナ禍から始めたんですよでそれでこう見てくれる人もこういっぱい来てくれるようになってわーってやってますいつも配信してた方が楽しいって時もありますよね確かに一緒にやってる感じでいいですねあそうですそうです、うん、なんか失敗してもイライラしないというかあーなるほどね大事それもまたなんかあこれ多分みんな喜んでくれるかなじゃないけどあなんか取れたかじゃないですけどそうか、はい、もう一人でやっててねとんでもなく上まで登ってちゃんとダメになるとざっけんなコントローラーを引き本当にね、本当壁に穴開けたことあります、はい、怖い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 それもゲームされてるこれはねこれはあれなんですよねあのクッションに投げたんですよねコントローラーをしたらバーンっていって壁にバーンって相当な勢いで相当投げてますねそれ白い壁に穴開いちゃってね、はい自分で東急ハンズで買ったパテでやりましたけど悲しすぎるどれこれ様々なトークテーマで新たな魅力を発見どれこれボックスボックスから出てきたトークテーマに沿ってみんなで話していこうという企画です前回に引き続きゲストからいろんなことを聞いちゃいますよレッツゴーじゃんはいじゃあ見せてくださいはい、はい私の一番怖いものということで怖いもの、はい、あルイマルさんもう怖いものが、うん止まった水が怖いんですよ、ね、なんかすごい嫌だルイマルさんがそういうの言うの、うんはい、止まった水の中には闇があるみたいないやもうあの深いじゃないですか深 い, いや深いかどうか知らないですよ浅い場合もあるあるあるあの広さは深いですどの広さどこのこと言ってるどこのこと言ってる何それいやビーチとかじゃなくて、うん、この橋とかがかかってて、うん、あんまりこの波が揺れない海ってあるじゃないですかあー、うん、なるほどね、うん、それとかダムとか ああいうところにはまだこの世に発見されてない未知の生き物がいるんで食われますそれが怖いダムにはいないですよ未知の生き物は未知の生き物がいるんでダムは人工物なんだいやだから誕生しちゃってるんですよそこでそこでそこで、そいつがそうなんですよ俺がこう水に入った時に奇跡的にたまたま俺を食べに来るんです、うん、なんでダム入っちゃってんですかだから入らないようにしてます入らないです入ったら入ったら食べられるんですよその瞬間に確定なのそう確定絶対にいるからいやいやダム入っちゃったら、はい、そう食べられなくても危ないですから確かに危ないですよ、ね、じゃあ海とかでも多分出てくるんですよ、はい、もうでかい生き物海あんま入んない入らないです、うん確かにでかい生き物怖いですね。ああ、その深海魚的な深海魚です。感じ。恐竜とか怖いです。ああ、変なこと言い出してます。そうですね。ちょっと怖いですね僕らは、ね。もう手遅れだね。怖いですね。我々がちょっと怖い、ね。怖いかもしれない。怖い一番怖いもの今。一番怖いもの。怖いですよ。さあ、怖いものつながりでその、はい、ルイマル今大きいものって言いましたけど、うん、僕。そうなんですよ大きいものが僕ダメなんですよ、うん、あなんかありますよねそういうのねそうなんですなんか巨造物恐怖症みたいな名前もなんかちょっとあるみたいで、うん、なんか観覧車とかダメってことあでも観覧車セーフなんですよなんでなんか自分の中で曖昧だけどはっきりしてるラインがあって、はい、あのビルとかはセーフガンダムセーフ、はい、ガンダムセーフガンダムセーフですクジラアウトあ生きてるクジラ生きてないけどなんかある程度のサイズあるクジラダメあで居酒屋とかの入り口とかに置いてあるちょっとデカめの魚の置物とかアウトダメダメなんです、大仏アウト大アウトですよ大仏大仏大アウト大アウトですそれは、なんかある大きいものキリンアウトうわダメだアウトです
ですね。ダメなんだ。ギリギリでもキリンはあギリギリ細いからどういうか由来細いからなんか怖くないかもなって思うけど、でも実際近くに行けば行くほどやっぱちょっと大きくなるじゃないですか。あだからちょっと会うとか。見たらどうなるんですか。見たらってなって、はい、こう 見ないようにします。あなるほど。ああ見たくない見たくないって。そうです、目をそらしちゃうんです。だから東京タワーとかはセーフ。あ大丈夫。なんか無機物系がセーフっぽいんですよ。あ大丈夫なんですね。そうなんです。ボブサップはボブサップ。ボブサップそうですね、なんかでも本能的にアウトな感じボブサップはそのでかいとか関係なくアウト。アウトな可能性ありますよね。危険な気がしちゃうっていうか、危ないっていう感じね。そうですね、それが一番怖いかもしれないです、ね、僕は。豊谷さん怖いものありますか。僕はあんまりでもない幽霊とかですよ。無難に。あもうそれダメなんですよ。幽霊普通に幽霊ダメ。信じちゃう。信じちゃいますね。へもうこの世にいると僕は信じてやまないんで。あそうなんですか。そうなんです。もうやっぱりあの怖いことをルイマルがすごい僕に言ってくるんで。え？痛い痛い。食べられるよ。なんで怖がらせようとしてる。楽しませる番組じゃない。どれこれ。そんなビバラッシュさんなんですけれども、昨年12月6日にメジャーデビューシングル宇宙天ラリアットをリリースされましたね、うん、はい。こちらはどんな楽曲になってますか。こちらはですね、あの僕らメジャーデビューしたんですよね、はい、今回、うん、ということでこの宇宙天っていうのはメジャーの世界。なるほど、はい、うん、に行くからにはその業界にラリアットするくらいの激しい衝撃与えてやんよっていう気持ちを込めたビバラッシュの熱い気持ちと、はい、アゲな気持ちと楽しい気持ちと、はい、まあ、いっぱい言いましたけど、うん、まあ一緒っすね。そうですね、いっぱい言いましたけど、ね、その熱い気持ちをグッとしてバンと詰め込んだ曲何の説明もしてない本当に何も言ってないのか一緒に、はい、いやそうなんですね。でも楽曲的にはなんかこうジャンルどういう感じですか。なんかあでももうジャンルも結構ごちゃ混ぜな感じで、根本にあるのは結構パーティーロックな感じなんですけど、 EDM っぽい雰囲気のセクションがあったり、ラウド系、ラウドっぽい人ヘビーなサウンドのセクションがあったり、こうなんかオーケストラみたいな感じでこうストリングスが入ってくるところがあったりとかっていうので、もうせっかくメジャーファーストだったんで、今までのこの自分たちが積み上げてきたものとかバンドのこう強い部分をもう一曲にしちゃえみたいな。なるほど、ゲットしました、ね、あもう本当一番強いところを集めた感じの。そうです、楽しい曲です。これはぜひ聴いてもらいたいですね。はい、うん、そして MV の見どころはありますか。ミュージックビデオはもう見てほしいところがいっぱいありすぎて、なんですけれども僕的にはなんかメンバーがコロコロ映像が切り替わるっていうこの AI 技術みたいなのを初めて取り入れたんですよね。 AI 技術、はい。なので僕らが演奏してたり歌ってたりするシーンがあるんですけど、そのシーンが1秒ごとにこうイラストに変わっていったり、人間になったり違うイラストになったりっていう、その動く映像アニメみたいなものの中に僕らもこうシュッと混じって、なるほどね、最先端技術ですね、はい。なんかせっかくメジャーに行ったから最先端の何か最先端ってことしたくない、取り入れたいよねみたいな。いやかっこいい、ありがとうございます。これぜひちょっと見ていただいて皆さんね、うんうん、確認してください。どれこれ前田告知ちゃん、イエーイ。さあ、イエーイ、問題を出すんで正解できれば告知することができますんでね、はい、告知したい、頑張ってください。頑張ります。埼玉にまつわるクイズです。はい、問題、はい、テレビ埼玉が長年お世話になっているスポンサーのお菓子なんでしょう。うまい、うますぎる、うん、なんだ、うまい、うますぎる、うまい、うますぎる、うまい、うますぎる、知ってますよ、はい、おまん、まんじゅう、お、お、おまんじゅう、うまい、うますぎる、おまんじゅう、お願い、ダメ、なんか名前ありますよね。大ヒントですよ、はい、数字が入ります。何、何まんじゅう、何万国まんじゅうでしょう。数字です。1万国
万石まんじゅう。一万石まんじゅうでいいですね。あれ一でいいですね。3、4、5、6、7、8、9、8、待って、10万石まんじゅう。正解です。10万石まんじゅうです。埼玉住んでますか。住んでます。すっごいふんと寝ちゃいました。はい、そうですね、はい、1万石じゃ足りないっす、やっぱり10万石まんじゅうでした。そうですね、10万石まんじゅうです、ね、はい、埼玉の皆さんごめんなさい。もうこれは、まあ、おまけの告知ですよ。はい、はい、いいですか。はい、はい、私 YouTube やっております。はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、前田のぞみで検索してください。お願いします。ということで、はい、前田さん1ヶ月ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。さよなら。バイバイ。